ひらぼんでございます。本日も早速始めていきたいと思います。24時間常時接続のインターネットテレビシャネラ TV がお届けいたします。きっかけアラカルトという形でね、今日も始めていきたいと思います。本日も変態スーパーサラリーマンひらぼんがお届けいたします。よろしくお願いします。まあ、今日もですね、先週に引き続きましてちょっとこういうアロハチックなね、感じのもの着てますけども、まあ、こういうのね着ると、ハワイね何度か行ったことあるんですが、ハワイまた行きたいなっていうふうにも思いますし、まあ、いろんなところですね、海外今まで私の方も、何カ国か結構数えるともう何十カ国っていうふうには言ってるんですけども、まあ、あの、まあ、一回行ってもうええなというところもあれば、ここまた行きたいなというところとかね、まだ行けてないですが、こことこことここはまた行ってみたいなっていうところが、まあ、たくさん、あるわけでございますが、実はですね、今僕の中で、一回行ったことあるんだけども時間が足りなくって、もっと降りたかったな、もっと行きたかったなっていうところがどこかと申しますと、実はですねロンドンなんですね。これ実はあの私サッカーこれ、Facebook つながっていただける方はですね、わかるかと思うんですが、まあ、日本代表のね、ユニフォーム着ながら、サッカー非常に好きでございまして、やれるかって、全然できません。できないんですけども、サッカー大好きで、まあ、いろんなね、世界中でサッカー見てるんですが、実は、ロンドンだけですね、行ったんですね。で、行ったんですけども、チケットないんで、だいたいいつも、で、ダフ屋さんからこう買うんです。で、ダフ屋さんからこう、買うんで、最後の方ね、安くなって買うんですけども、だいたいまあ、いつものパターンで、いけるやろと思って、もうそろそろ安なるんかなと思ったらですね、みんなダフ屋さんガーっていなくなって、実はねイギリスのねダフ屋さんみんなね見たいみたいで、最後までチケット売らずに入ったんで、うわチケット買われへんっていうことで、実はね、泣く泣くバールで見たというような球場まで行ってバールで見たようなこともありましたんで、もう一回ちょっとねロンドンの方に行きまして、本場のねプレミアのサッカーを見てみたいなという野望が残ってますが、実はですね本日お越しいただいてますゲストは、なんとそのロンドンから、お越しいただいています。とっても素敵な女性の方で、実はね、去年私お会いしたんですけども、すごくこの人の影響で、今の僕があると、言っても過言ではない、素敵なスペシャルゲストさんとお越しいただいておりますので、ぜひこの後お楽しみによろしくお願いします。よろしくお願いします。それで早速本日のゲストさんご紹介したいと思います。心カレッジ代表の桃屋さんです。どうぞ。ありがとうございます。もうわざわざロンドンからありがとうございます。ロンドンからねこのために来ていただけたわけではないんですが、本当にありがとうございます。ということで桃屋さんでございますね。ちょっとこんにちは。ちょっと緊張されてますか？緊張します。はい。いつもね、こうセミナーとかされてる時はもうものすごいエネルギー出しながら、されてはるわけでございますけども、まあ、今日初めての方はね、桃屋さんって誰っていう人と、キャー桃屋さんやって言ってる人と、これ大きく2つにね、分かれてるかと思うんですけども、まあ、ちょっと初めての方もいらっしゃいますので、ちょっと簡単に自己紹介だけでもしていただきたいなと思いますんで、お願いします。はい、皆さんこんにちは。そうですね、普段はイギリス、ヨーロッパのイギリスのロンドンに、ね、住んでいるんですけれども、日本とは行ったり来たり、そうですね、4、5年前から住むようになってですね、住み始めたのはだいたい9年ぐらい前なんですけれども、その、9年前日本にまだいた頃っていうのはすごく、病気でですね、病気って言っても結構精神的な、はい、でなんか物心がついた時から結構自分のことがすごい嫌いで、なんとか自分が好きになれるような人になろうと思っていろんな努力をするんですね。でなんか弁護士になってみようかなとか、弁護士って日本では結構ね難しい資格の、ね、
こう3位ぐらいに入りますよね、はい、でそういうなんかすごい人になったらきっと、うん、あの人も認めてくれるし、うん、あの自分で自分のことを好きになれるんじゃないかなとか思うんですけど、全然その法学の法律の勉強は全然楽しくないんですよね、はい、うん、であのまあ、他にももういろんなことをやってみるんですけど、はい、あのどれをやってもなんかこう自分にすごい嘘をついてるような感じ で、はい、でどん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 自分のことを嫌いになっていくんですね、うん、であの本当にある日死のうかなとかって思うんですけど、はい、そこまで、うんうんうん、なんか自分のことを好きになることを諦められなかったんです、はい、それがちょうど、まあ、あの本当9年前10年前ぐらい で、はい、でなんかあの自分はこの日本じゃなくて、うん、あのどっか違う国に自分がいるかもしれないみたいなことをふと思うんですね、はい、でたまたまその頃あのアルバイトをしていた時にあの新しく入ってきたアルバイトの女の子がちょうどロンドンから帰ってきて、はいはい、であのロンドンなんてすごい簡単に行けるよ行きなよとか言って行きなよみたいな軽い感じ、はい、あそっかって言って3ヶ月後にあの飛んじゃうんですね、お金を全然持たずに、はい、うん、でそこから住み着いてしまうんですけれども、はい、うん、あのやっぱり日本にない、うん、あのなんか本当に日本とは 真逆っていうか、うん、あのなんて言うんでしょう、ルールがない、ロンドンって特に、はい、世界中の人がギュッと集まった、ね、はい、なんであの、はい、文化がない国なんです、ね、はい、なるほど、はい、これっていうルールがないような感じ、はい、そういった意味で自分っていうのをすごく強く出していかないと、うん、はい、あの消えてなんか誰にも見られなくても存在自身、はい、存在しないんです、うんうんうん、はい、いない人とされるんですよ、だから君はどうなの君はどうなのって、はい、こう意見を聞き続けられるんですけど、はい、日本での私っていうのは人は私がこういうふうにリアクションすると喜ぶんじゃないかなとか、はい、うん、こうしておくとなんとなくあの認められるんじゃないかとか、はい、あのこうするのが礼儀だよとか、うん、そういう感じであの、まあ、結構厳しい家に育ったのもありますし、はい、なんとなく日本の文化ってそういうところもあったりするのかなと、うん、全くそれが逆でですね、だから文化じゃなくて君はどう思うんだいっていうので、君って、ね、はい、うん、君ってなんだろうみたいな、私ってなんだろうっていうところから、うん、なんか今まで信じてきた自分っていうのは、うん、なんか自分じゃない気がするっていうすごく思うようになって、はい、であのとっても精神的にあの、まあ、こう鬱っぽいっていう、はい、いうのもあったので、うん、いろんなあのセラピストの先生のところに訪れて、はいはい、あの、なんとかしてくださいとかいう感じで、なんとかしてください、助けてください、そうなんですよ、うん、で私本当の自分を探してるんですとか言って言うんですよ、はい、うん、そしたらなんかこう気がついたらすごくたくさんのセラピーとかカウンセリングとか、はい、そういうスキルがあの身について勝手に、はい、なるほど、いや助けてもらおうって言ってたのか、言ったんですけど、うん、なんか楽しくなってきて、なんか本当に増えてしまったんですよね、はい、である日なんかカウンセリングを始めてしまう、うん、始めてしまうんやです、そう、そうなんですよ、はい、そしたらなんかすごくたくさんあのどこからともなくクライアントさんが来るようになって、はい、でセッションをするようになったら、はい、なんかすごく面白いんですけど、今まで自分が見てきたのと同じようにこうクライアントさんが本当の自分じゃない姿と、はい、その人の後ろにある、はい、本当の自分っていうのがこうなんか重なり合って、はい、でなんかこことここをこうつなげたらどうかなっていうような変な、はい、あの何とも言葉で説明できにくいような、うん、はい、あのワークをするようになるんですね、そのカウンセリングでこっそりと、こっそりと、はい、でこれは何かなとかって思うんですよ、はい、でみるみるクランドさんが良くなっていくんですね、うん、なんか分からない、何がどう良くなったか分からないけど、うん、すごい元気になったとか言って、うん、はい、あの言ってくださるようになって、ちょっとすごい不思議な感覚を得るようになって、うん、でそのあたりからなんとなく自分はやっぱりすごい、はい、変な感じ、うん、でなんかあのすごい変になってる感じもするし、なんか懐かしい感じも、はあ、懐かしい感じもあったんです、ね、はい、すごい懐かしい感じがするんですよ、そのなんかそういうのをやってる自分っていうのが、はい、であのある日本当にある日、はい、バンって床に倒れてしまうんですよ、はい、なんかにこうパンって打たれたみたいな、はい、光の玉みたいにこうパンって打たれて、でなんかどうやらなんか10分ぐらい倒れてたのかなと思ったんですけど、はい、気がついたら5時間ぐらい経ってた、はい、5時間も、そうなんですよ、はい、で起きてきたらなんかもうフラフラで、なんかあのこうなんか千鳥足なんですけど、その時になんかなんていうの、完全に本当の自分を思い出すんですね、へ
思い出しはった本当に思い出すんですよ。で、なんか何もいらないっていうか、これまでってあの、自分をずっと探していたんです。で、はい、自分って作っていくものだって思っていたんですけど、そうじゃなくて、自分って思い出すもんだったんだっていう、あの、はい、そうなんですよ。ですね、で、私たちの人生って多分自分を思い出すジャーニーなんだと思うんですね。ただあの、なんていうか、ヒントっていうのが全くないんですよ。もうあの、今皆さんこれが私だ、僕だって思ってるのが、あの、自分だって思い込んでいるんですけども、ほとんどこの頭の中に、生きてきた中でできてしまった思い込みっていうもので、あの、自分だって信じ込んでるんですけど、本当の私っていうのはやっぱりこの胸の内、ハートの中、なんかあの魂って呼ばれたりするんですけど、で、ここになんかこうお仏壇のように収められてるような感じがするんです。はい、で、なんかそういうあのワークがあの自然と本当できるようになって、なんかここをキュッと開けたらなんかが入ってるような気がするみたいな。だからそれを取り出すと、あの、頭とあの、思い込みの私とその魂の感覚なんですね。魂は意識じゃないんですよ、あの、体感なんですよ。はい、で、その体感をなんかつなげてあげると、まあ、もちろん個人差はあるんですけど、ものすごい勢いでみんな自分を思い出し始めるんですね。それをやってはるわけですね。はい、そうです。いや、ちょっとね、あの、VTR あるんで、あ、はい、どんな感じでやってるのかちょっと見ていただきましょうね。はい、お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。ということでね、見てなんかすごい素敵な写真も交えられる、もうモデルさんかなって思う時もありましたけども、でもあの途中でね、はい、ね、あの人がバタバタ倒れてたのあったと思うんですけど、あれは何なんでしょうね。本当にあの、まあ、自分もそうだったんですけどもね、はい、あのこうなんかその思い出す瞬間にこうバンって床に倒れて、はい、で、あの、その後それで終わりじゃなくて、はい、結構2年間ぐらい続いたんですよ。突然バタって倒れるとか、はいはい、あの、突然体がこう揺れるとか、手がこうやってくるとか回るとかで、回りながらね、どんどん本当の自分を思い出していくんですよ。で、本当の自分ってすごい深くて、はい、まあ、これで終わりとかじゃなくて、はい、なんかどこまでもこう宇宙の旅に出るっていうか、はい、これちょっとね、でもね、多分ね、おそらくこのなんかね、今倒れてるの見ましたけど、はい、ちょっとね、倒してるとこ見たいんじゃないかなと思います。それ倒してるところも、ご用意しておりますんで、ロンドンの時のやつもね、はい、よろしくお願いします。どうぞ。 Excited to receive this message, so please give a very warm welcome to Momoya. Thank you so much. Good morning everyone. Thank you so much for interested of spiritual anatomy. Does anyone could do volunteer? Oh, thank you, thank you. Yeah, thank you so much. Can I ask your name one more time? Michael, oh, thank you so much.
because human's mind is always try to figure out what's this gonna do, you know, she's magician, whatever. So I'll have to switch his mind off. Yeah, there you go. And now he's gonna change himself. I mean, universal organ. It's very good, very good. How old are you? Thank you. 2018, 16, 14, and there you go. But because of having a life, start losing their confidence with the parents or I don't know with the school or, and I could see that let's say 10, 9, 8, 7. More or less 7 or 6 years old. 23, 22, 21, 19, 17, 16. Again. Mothers for them, fathers for them, and sisters. And 10, 9, 7. Relax, don't worry. Yeah. はい、はい、ということでなんかすごいことになってますけどあれはあれがこう魂とつながって倒れていくんですか、はい、うん、そうですね、うんうん、あれ野村さんは何をされてはるんですか。私ね特に、はい、本当に何もしてないんですよ。なんか本当にあの私は何もしないんですけど、はい、うん、魂っていうか人間って、はい、なんかこう本当に宇宙のなんていうのかな媒体っていうか、はい、うん、パイプみたいな感じなのかなとかって思ってて、で人間って人間しか存在しないと思ってるんですけど、はい、宇宙にもいろんな存在がいるんですよね、はい、うん、肉体を持たない存在っていうのが違う次元にきっと存在するんだと思うんですけど、はい、あの彼らが多分あの勝手にやってくれるっていうか、私は体を貸すだけっていうようなそんな感じがします。うん、なるほど、なんですけど、はい、あのそうで、なんかあの大体心理学、一応私一応なんかあの心理学とかもやってたところがあるんですけど、はい、0歳から、まあ、12、3歳ぐらいまでで潜在意識っていうのが作られてるんですね、はい、うん、であの潜在意識が人間ほとんどなんだけど、あのなんていうかみんなこう意識を変えようとして、はい、その意識の方を変えようとしてすごく頑張ってるとか言われるんで、はい、潜在意識をなんとか変えれば、はい、あの人間は変われるんじゃないかとかいう風な心理学ではそういうことを言われて、そんな感じですよね、はい、であのそういう、はい、あの潜在意識をアプローチするような、はい、あのセラピーとかカウンセリングがたくさんあるんですけども、はい、それ私もすごくあの素敵だなと思って、その考え方に間違いはないなとかは思うんですが、はい、潜在意識って多分この次元には存在しないんですね。うん、で頭の中にも存在しなくて、はい、あの今あの人々の意識が3次元っていうところにあると言われているんですが、はい、もうそういうのはあの全然知る必要もないんですが、うん、それに対してあの潜在意識って多分4次元に存在するんですね、はい、で魂にアクセスすると、はい、あのその4次元に溜まってしまった、うん、あのこう潜在意識とかいう言葉を使うと難しいと思うんですけど、うん、いわゆるその自分のネガティブな思い込みっていうんですか、はいはい、私は何々ができなくてどんくさいとか、はいはい、ありますよね、だいたいそういうのは親からとか、うん、学校の先生とか、うん、その学校の成績とかで、うん、勝手に思い込み潜在意識を作ってしまうものですね、うん、であの魂っていうのはそういうのを一切思ってないんですよ。もう、はい、もう完璧あの本当に愛の塊、うん、はい、で魂は何をしてるかっていうと生きることをすごい楽しんでるんです。あ、生きることを楽しんでるんですね。はい、生きることが生きることなんです、うんうんうん、呼吸ができるだけで素晴らしい、はい、道を歩いてるだけで幸せ、なんかそういう
本当にあの肉体を持ってこの世に出てこれたっていうことだけがもう本当に完璧なんですね。なんか愛なんかこう人が考える愛とはちょっと違うんですけれども、はい、うん、でそこの魂に直接こう、はい、頭のなんか動線とか言ってみたりしてて、人間ってこうパソコンみたいだなとか、はい、インターネット回線をつなげるように、はい、うん、インターネットの回線工事とか呼んでるんですよ、自分のスピリチュアルアナトミーを、はい、うん、で回線をこの魂につなげてあげると、はい、そのいらない思い込みがパラパラパラって剥がれていくんですね。へ、その時に4次元を、うん、4次元をなんかちょっと旅するみたいで、体ごと、体も3次元にあるんだけど、はい、どういうわけかちょっと思考から外れて、はい、その4次元の旅に行くんですけど、うん、4次元っていうのはこう肉体がない情報の世界、また難しくなってきた、なんかマトリックスみたいな、はい、そんな感じですね。本当になんかバーってこうコンピューターの裏側みたいな感じになって、はい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 、それの書き換えがバーって起こるんですね。うん、でその時にバーって体が一緒にこう揺れて、はい、つまり情報ってこう、 うねりなんですよ。波動とか言ったりするんです、ね、はい、回転していたりとか、波打ってたりとか、はい、うん、だからそれをなんていうか辿って、体が辿りながら本当の自分に戻っていく。で中には感情を出す、その溜まってしまった感情を通る場合があるんで、はい、全然悲しくないのにセミナーでわーって泣いてる、て 泣いてるけど悲しくないとかって笑い出すんですよ、うん、そんな感じで、うん、そんなもあって、あれ、はい、体ついてこなくて倒れてる感じ。そうなんですよ、はい、意識からバンと外れるんですよ、はあ、うん、なんか人って変わりたいとか本当の自分に戻りたいっていう意思はあるんだけど、はい、意識にアクセスすることがすごいんです。意識に、意識、うん、まあ、はい、頭でか、うん、こういう風に考えようとか、うん、なんかよくあった、面白いなと思ったのは、ダイエットしたい人は 右利きの人は左で食べるといいよとか、はい、あ、はい、言いますけど、ダイエットができない理由ってやっぱりいろいろあるんですね、うん、そもそもダイエットしなきゃいけないって思ったのはどうしてかっていう話、はい、ですね、根本的には、根本的には、ね、じゃあなんで痩せたいのかって言ったら、はい、やっぱり綺麗に見られたいとか、うん、じゃあなんで綺麗に見られたいのかって言ったら、すごく自分のことを醜く思ってるとか、はい、親にブサイクだあんたはとか、もう小さい時に言われて自分のことをブサイクだと思ってるとか、うん、なんかいろんな深いところに自分のことを認めていない自分とかが結構いるんですよね。でそこを見ないで、その意識で行動のパターンだけを変えようとしても、なるほど、ね、はい、3日で終わってしまう、3日も続かないんじゃないかな、うん、なんか突然なんか食べ始めて、すごくたくさん食べて半日でダイエットが終わるっていう経験がある人もいるのかもしれないんですけど、そのなんか意識上で頭の中で自分のことを言い聞かせて変えようとするので、はい、うん、でも私たち変わるんじゃなくて本当に本当の自分に戻っていく、戻っていく、うん、はい、でその経験をまた魂はすることにしているんですよ、はい、うん、で魂は戻っても戻らなくても人生があるので全然楽しいんですよ。なるほどね、うん、この子はね、うん、ダイエットができないとか言ってる自分さえも楽しんでるんですよ実は。なるほど、なるほど、はい、うん、はい、でその感覚にアクセスしてあげると、はい、なんかすごく簡単に言うととっても人生に余裕ができるんですよ、はい、なんかじゃあ、まあちょっとダイエットの話が出たんでそのまま言ったんですけど、はい、ダイエットしたいけどしなくてもいいかっていう、はい、どうせ人生があるからもうそれでいいやみたいな、うんうんうん、なんかどっちでもいい、うん、なんか就職してもっと大きな会社に勤めたいっていう、はい、なんかこう夢ができたとして、はい、思考だけで生きてると、はい、その大きな会社にいけない自分はダメな自分みたいな感じで必死で行こうとするんですけど、この魂の感覚っていうのはなんか本当に電車に乗って会社に行ってそういう感じなんです。ただ魂の感覚にアクセスするとすごい面白いんですけど、本当に何も欲しいものがなくなるっていうか、本当に生きてるってすごいなみたいな、呼吸してるってすごい、肉体があるってすごいなみたいな、道をこう歩けるってなんか楽しいなみたいな。魂っていうのは普段肉体がないもので、はい、はい、この世っていうのもないので、うん、もう降りてきたくてしょうがなかったんですね。でやっと肉体をもらってこういう顔をもらって、これも自分で全部選んできますから、うん、でなんかもうそれだけでいいみたいな感じなんで、すごい不思議なのが、
どんどん向こうから人生がやってくるんですよ、はい、欲しかったものが全部手に入るようになってしまう。なるほど。なんか病気が治ってしまったりとか、はい、うん、ぜひね、ちょっとそのまだ桃さんのこの後半ちょっと最後ね、はい、CM 明け、お伺いしたいと思います、はい、もう終わりなの？もっとしてほしいよ、もうちょっとだけね。耳元でささやくような声ってどう歌えばいいんだろう。先生知ってる？ちょっとやってみてもいい？ということでね、もぐさんでございました、はい、そうですね、あとつながるね、告知といたしましては、ホームページの方はね、心カレッジの方で、はい、アクセスしてもらうのと、あとフェイスブックはももよワークスで、はい、つながっていただけたらと、いうふうに思いますし、あとねさっきちょっと映りましたけども、本当は動画がねもっともっとたくさんたくさん実はいっぱい出ますんで、うん、これももよチャンネルの方で、YouTube 調べていただきましたら、いろんなもっといろんなお話もね、今日短かったんですけどもたくさんたくさん、聞いていただけるんじゃないかなというふうにも思います。あとまた、これイベント案内とございます。そうですね、あの次のイベント一番近い日にちはあのイギリスのロンドンに行ってしまうんですけども、ロンドンで、はい、はい、あのスピリチュアルアナトミーのレベル 1,2 を、はい、開催いたします。はい、ロンドンね、9月、はい、9月の末ですね、はい、ぜひね、うちのロンドンまでね、こうやって行かれる方もいらっしゃいますので、うん、ぜひ行っていただけたらと思います。もう残り最後わずかとなりましたけども、うん、最後何かおぐさんの方から。そうですね、なんかあの本当に難しいお勉強は置いといて、なんか本当の真の自分に戻るってすごくなんか素敵だなとかって思うんですよね。あのどこか外に自分を探しに行くんじゃなくて、あの本当の自分、素の自分、自分に嘘をつかないで、あのそのまんまありのまんまであの生きることにあの恥じないっていうか、うん、私はこれなんだっていう感覚をあの今一度思い出すっていうのは、なんかそれ以外に何もいらないんじゃないかなとかって思うので、はい、なるほど、みんな楽になってほしいですね。ぜひ、ね、うん、今日ちょっとピンときた方はですね、桃代さんとね、つながっていただきまして、いろんなものを感じてみていただけたらいいんじゃないかと思います。ということで今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた来週も見てくださいね。ぜひよろしくお願いします。また来週 See you again!